それではね、2番バッターのですね、ハーベスの HLP3ESR、まあ、こちらをですね、比べてみようというふうに思います。このハーベスのですね、P3ESR なんですけれども、2ウェイの密閉型、サイズはだいたい S300HR と同じぐらいですね。あちらがバスレフなのに対して、こちら密閉になっています。ツイッターは 19mm のアルミドームを使ったツイッター。ウーハはですね、110mm のコンポジットコーンを使ったユニットが搭載されています。能率は 83.5dB と、ティアックよりも密閉になった分若干下がっています。クロスオーバー周波数は 3.8kHz。再生周波数帯域は 75Hz から 20kHz。これはティアックの S300HR のですね、50Hz から 50kHz に対して帯域がですね、かなり出なくなっているというふうに言えます。まあ、スペック上ですけども、このあたりですね、スペックと聴感がどのように一致するのか、あるいは一致しないのかということも含めて、興味が惹かれるところですね。クロスオーバー、ごめんなさい、入力インピーダンスは6オーム。重量はですね 6.1 キロとサイズがほとんど変わらないんですけれども、ティアックの S300HR の 4.4 キロに比べ若干重くなっています。仕上げはチェリーの突き出し上げですね。こちらが全体の画像なんですけれども、この黒いグリルのネットですね、これはですね枠のこの黒い隙間の部分にスポッとはまり込むような形になっています。バイワイヤリングには対応しておりませんので、スピーカー端子は1つしかついていません。これがですね、ハーベスの HLP3ESR。 価格の方はですね、ティアック S300HR62000 の5倍近いペア29万円という、まあ、小型なんですけども、そこそこ値の張るスピーカーになっています。まずこのスピーカーをですね、このローラーコースター、ネットのある状態で聞いてみようと思います。こういったスピーカーのネット外すときなんですけど、こういうね、細い小さい鍵爪がついたね、工具を使うとですね、このそしてこれをスピーカーのこの枠の間にね、入れて、ネットをこう引っ張り出すようにするとですね、スピーカーやネットにですね、傷をつけることなく外すことができるので便利だと思います。ではね、ネットを外した状態で同じ曲を聴いてみようと思います。
HLP さん ESR をネット付きとネットなしで、聞き比べてみました。まずですね、音量なんですけども、これはねスピーカーを変えるとやはりあのスピーカーによって能率っていうのが違うのでアンプの位置ボリュームの位置を同じままにしとくと音の大きさが変わるんですね。で今まではこう耳で聞いた感じとこのあのユーストリームの放送のですね画面で、レベルメーターがあるので、まあ、それを見ながら大体の感じで合わせてたんですけども今回からですねあの Android スマートフォンにですね、騒音測定器というフリーソフトを入れて、こちらでですねあのきちっと音量をですね測定するようにしています。ホワイトノイズマイナス20デシベルのホワイトノイズを再生してスピーカーから3メーター程度離れた位置で、だいたい50デシベル程度の、音量になるように今回調整しております。まあ、できれば次回からもねスピーカーの聞き比べにはこの50デシベルというものをですね基本にしてあげればスピーカーの比較視聴がですねよりこう精密になるのではないかなというふうに思ってます。ではですねこのHLP さん ESR の私が感じた音質ですね。まずネット付きの場合ですね、まあこれはティアクの S300HR と比較しての話なんですけれども、音の広がりがやはり全然違う、まあ、音の広がりが大きくなって、まあ、S300HR だとこうスピーカーから音が出ているスピーカーの周りから音が出ているという感じだったんですけども、HLP さん ESR ではですねあのリアスピーカーをつけてるかのようにこう後ろまでね音がこう回り込んでいくっていうようなねそういうあの非常に開放的で大きい音の広がりが得られることが印象的でした。で懸念される低音なんですけどもあの実際聞いてても減った感じは全然しないですね。逆にこう低音の密度感とかパンチ力特にパンチ力ですねパンっていう音がグッとこう出てくる体に当たる感じっていうのは非常に改善されて力強いいい低音が出るなという感じでした。ボーカルはですねよりあの細かいところまできちっと出て、明瞭度が上がってはっきりしてるなっていう音あの印象ですね。で細かい音もよく出ますし、まあ、全体的にあの値段がですね、S300HR に比べて5倍近く向上してますから当然といえば当然ですけど、質が高くなったという感じは伝わってきました。でネットを外すとですね、こう音がこう一段と細かくなって何ですかねスピーカーの前にかかってたベールが剥がれたかのように全体的に音がくっきりはっきりしてより細かい音まですっきりと出てくる印象ですね。まあネットありでもあの音のバランス悪くなかったんですけどもまあやっぱりこうネット外した状態のあのすっきりした音の方が明瞭度の高いすっきりした音の方がよりこの P3ESR のですね良さを発揮できるんじゃないかなっていうふうに思って今回はネットなしで聞こうと思います。ただしあのシンフォニーなどそういったあの響きを重視する音楽を聞く場合はネットありの方がねいいケースがあるかもしれないです。ではあのネットなしの状態でこのねせせらぎから聞いていこうというふうに思います。
Mona Lisa, Mona Lisa, men have made you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you? Strangeness in her smile. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there, and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold? A lonely, lonely work of art. If you missed a train, I'm all you will know that I am gone. You can hear a whistle blow 100 miles. You can hear a whistle blow 100 miles.
HLP さんでですね、いつもの視聴曲5曲を聴いてみました。まずせせらぎなんですけれども、これティアックのですね、あの S300、まあ、HR との比較で、話していこうと思いますけど、水の粒子があの細かくなって、あと水の流れのですね上下の動き、こういうものがあの大きくなったように思いますね。こう水がこうよりこう流れてる感覚っていうのがね、あのきちっと伝わってくるのかなと。空間はですね、あの濁りが減って、まあ、もちろん細かい音もより小さい音まで聞こえるんですけどもね、広がりが改善して、こうスケール感ですかね、鳥 の, あの遠くと近くの距離の大きさっていうかね、あの音の広がり、そういのスケール感がですね、大きくなったように思います。全体的に違和感がなくなって、自然な音になったように思いました。セレナードはですね、この弦の分離感が向上しました。で低音はですね、あのやはり減った感じはしないですね。あのスペック的には 50Hz と 75Hz って随分違うんですけども、約半オクターブ違うんですけれども、全然そういう感じはしないですね。逆にこうあの厚みはね、こちらの方があるかなというふうに感じました。そして弦の細やかな表現力や動きの大きさ、躍動感は改善したように思います。バイオリンのですね高音ちょっと出にくかった、 S300HR で出にくかった高音がこうきちっと出て、弦楽器の音にさえが出てきたように思います。工事倍音がよく再現されますね。まあ、全体的にそういう感じでですね、やはりあの価格が高くなった分、再生される音の質感も確実に上がってるなという感じがしました。モナリザなんですけれども、これはあのギターの音がですね柔らかくなって、抑揚が大きくなりました。ボーカルはですね滑らかで、デリケートさがより細かい部分まで出たように思います。総じて演奏がですねとても細かく、あの丁寧にね聞こえるようになって、演奏そのものがですね上手になったように聞こえたように思います。まあ、あとはですね、あのもう少しこうツヤとか粘りがね、もうあの演出されるとさらにこうなんていうんですかね、大人のムードっていうかね、そういうものが出るのかなっていう気は若干しました。500マイルですけど、これはあのピアノの音もボーカルの音もあの確実に太くなってますね。そして、ピアノの音はですねこうスッと出てくるんですけど、あのピーンっていうあのアタックのところの高音に少し何か一部わずかなピーク感があるように感じられましたね。あと密度とエネルギー感も向上して、まあ、演奏としてですねよりこうドラマティックでパワフルなものに聞こえるようになったんじゃないかなというふうに思います。新世界ですけども、これはあの出だしのですね楽器の音の頭が揃ってるっていうのが印象的ですね。ここのあの音の頭が揃ってるっていうのはたびたびこういろんなあのオーディオ機器の表現で出てくると思うんですけども、音が出てくる楽器から音が出てくるタイミングがバラバラにならずにきちっと揃って出てくるっていう意味なんですね。でもそれってすごく大事なんですよね。だってあのその部分をですね、一生懸命練習してですね、みんながこう統一感を持った音で演奏できるように楽団員は練習しているわけですから、この あの音の頭が揃ってるっていうことは、あの高級スピーカーとしてはやっぱり、絶対に外せない大事なことじゃないかなと思います。あと木管楽器と金管楽器の音の違いですとか、まあティンパニー、まあ、もちろんバイオリン、チェロ、コントラバス、そういったそれぞれのね楽器の特徴がねよく出ていて、いろんな楽器が混ざって演奏されているんだなということが伝わってきました。あと、まあ、もちろん立体感にも優れているというふうに思います。まあ、あのこのアンプとこの CD プレイヤーでですね BBS のモニターの視聴っていうのを少し前にやってるんですけども、まあ、その時に聞いた例えばあの LS35A ですね、LS35A とこの P3ESR っていうのは値段もサイズもほとんど同じなんですけど、これはですね、深みツヤそういった部分において、LS35A の方がこの HLP3ESR を凌駕していると思いますね。逆に、明るさですとかあの明瞭度感とかくっきり感っていうのはこの LS35A よりもこの HLP3ESR の方がより良いという感じがしました。なので、まあ、ポップス系ジャズ系
ロック系、まあ、そういったプログラムを聴くんであればハーベスがいいかもしれないですし、あとはこうバラード系のボーカルですとか、まあ、ポップスでもあのカーペンターズのようなちょっとこう聴かせていくようなね、ボーカルのポップスとか、あとクラシック系のプログラムを聴くんであれば、これはスターリングブロードキャストの LS35A の方が満足度が高いんじゃないかなっていう気がしました。